こんにちは、あきです。そして宮本美香です。また美香プロに来ていただきました。今日はですね、千葉県にある明治ゴルフセンターに来ています。すごい綺麗なゴルフ場で、トイレの水が手洗うときあったかくて感動しました冷え性だからそうか大事、はい、今日はですね、前回ドライバーを、プロに教えていただいて、かなりそこから調子が良かったんですが、今日はなかなか私も教えてもらう機会が少ないウェッジを教えていただこうと思っています、はい、ちょっと私が持ってるのがですね、バラバラなんで、一回まずこれをミカプロがどう思うか見てもらおうかなと思って、はいはい、まずそこから見ていただこうと思います。よろしくお願いします。これあるのか、これいらないのかな。そうなんです、でもこれ顔がちっちゃいじゃないですか、うん、これは大きいんですよ、すっごい大きい。私はこのいつまでバンカーなんか安心感ってバンカー、そうしたらこれいらないの。いらないと思う知らなくない。いや、なんかすごい高い球を出したいなって言って、角度が寝てるやつ、うん、こっちの方が開いてる。衝撃の事実、多分そうだと思う。うん、こっちの方が開いてると思う。本当だ、サンドウェッジが2本入ってるってこと。確かに私この間コメントで口癖確かにですねって言われて確かに多いって確かにって自分ですごく。でもこれの硬さは R で、こっちが S なんだよね、そう、私より硬い、やば950、私と同じだもん。なんかまあフルで使うことがないから、うん、こう重さで振ってみたいな感じで、ちっちゃいヒレの時に使える、うん、なんとか使ってる感じなんですけど、うん、でもこれは絶対バンカーに振れないだろうな。そうなんですよ、重たくてバンカーだとこの S、うん、逆にバンカーの時しか使わないんですね。 S、 そうなんだ、うん、私この58って憧れてたんですけど、なるほどS とか A とか P っていう表現じゃなくて、プロとかの何度で58度、そうそうそう、うんうん、それに憧れてこれ買っただからできれば本当はこう数字でアプローチも、うん、そうだね、サンドとアプローチ私持ってないから全部58か52で使ってるんで、まあ言ってることは分かるそう、だからそれを持ってたらかっこいいなって思ってて、うん、でもこのクラブになるとこのフェースはない、うん、58度を選ぶってなるとこんな大きいヘッドはないから、やっぱり、うん、どうしてもこの形、この形状になっちゃう、うんうんうん、なるほど。そう、でもこれちょっと大きくて、うん、普通にこう平らなとことかラフじゃない、うんうんうん、フェアウェイのとこから打つときに怖いんですよ、大きいからこそ。最近こっちに慣れちゃってるから、うんうん、なるほど。一回こういう58度で大きいフェースがあるか見てみましょう。私もちょっとどんなものがあるかわからない。確かに見ながら、見ながら、ただちょっと重さとかしっかり全体的に合わせて、うんうん、これちょっと重たくて硬いので、うんうん、確かにそれを一緒に選びましょう。 OK です、はい、はい、セットが多いな、こういう系。あ、ウェッジっぽい。これか、ウェッジ。まあでもこれ全部男性用じゃない、シャフトを変えないといけないもんね、うん、難しいか。やっぱ重いとアプローチでも振り遅れます。振り遅れると思う、うん、じゃあやっぱりちょっとハイスペックすぎるんだな。シャフト柔らかいの多分置いてないと思う。このスチールに柔らかい硬いってあるんですよね。R？うん、が重さが軽いの、750、これ今950だから、うん、これは軽いと思いたい。軽いよ、本当だこれに比べたら、え、これも2900円、すっ消えてるけど多分750だと、750だと全然違います。56度で、プロトタイプって書いてある。でもやっぱこうなっちゃうよ、顔は。
だ。でもこれより全然コンパクトでいいです、ね。うん。どう、うん、振った振れるかな。すいません。あ、軽い。全然違う。これだったらいけるかな。いいかも。シャフト軽いもん。え、見てわかるんですか、軽いかどうか。多分このシャフトは軽いもんだよ。へえ。たまたまこれ見つけられたけど。あとはハイスペックかな。これとか顔でかくない？確かに。新品って書いてる。へえ。一番5000円する。新品ですもんね。硬さが書いてない。めっちゃ顔でかくて。本当だ。なんかここ独特じゃないですか。丸くなってて。うん、あ、でも重たいわ。バンカーアプローチに強い。あ、なるほど、うん。でもこれ、単品ウェッジで女性大人気って書いてある。これドルフィンウェッジ。ドルフィンウェッジもなんか可愛いからいいなって思ったこともとか。あ、知ってるの？はい。初めて聞いたんだけど。なんかこれ、イルカが可愛いから、それで知ってたんですけど。え、でもいいお値段するよ。本当だ。重さはどうかな。全然違う。こっちの方が軽いかな。シャフト。こっちが重たいね。ですよね。これいいかもしれないな。この2つ。それだと5、8と、これが濃い。フォームが濃い。キャスコから出てるやつだ。すぐならない。へえ。ドランスが。あ、でもこれもまっすぐならないですね。そういうものなのかな。もうこれ実際打ってみないと分かんないですね。じゃあこれで打ってみますか。この3本でいくかな。はい、とりあえず。一番まだ優しそうな感じがする。でも軽いです、全然。うん。どうしてもこの52と58っていう表記を使いたいなら。書いたそれで行ってみましょうか、はい、あ、こうなっちゃうのね、うん、そうなんです。やっぱ女性ね、ゴルフ人口が少ないせいかだいぶウッチに関してあれなのかな、はい、これとこれをシダしたいです。はい、お願いします。お届けしてありますので。はい、はい、いらっしゃいませ、ごゆっくりどうぞ。どうなるか、どうなるか楽しみだ。ミカプロに選んでもらいました。3本、はい、持ってきてまして、これが、ジオテックの RF700 の56度ですね、うん、でミカプロが持っているのがドルフィンウェッジの58度と52度。ずいぶん、ね、女性に優しいって書いてたので、うん、はい、顔的にもすごく優しそうな感じはします、うん、あとはアキちゃん次第打ってみてですね。じゃあちょっとしだしてみます。はい。違いますね。はい。もういいじゃん。いいですね。
最初がすっげー緩い。確かに軽く握んなきゃってどっかに残っちゃうんですよね。そういうことか。持つ瞬間にもっと弱く緩んでダフってるような気がする。もう一回振ってほしい。手前ですね。
これもしてもたい。実際でも芝生でってどうかな。確かに。そうです。そっか、あっちで売りますよ、ね、うんうん、確かに可愛い。女の人が好みそう、うん。逆に男性使う人いるのかね。初心者。ね、うん。なんかそんな顔ですよね。でも意外にここの顔と構えた時の顔が全然違う。すごい優しく見える。へ、だからちょっと大丈夫かなと思うけど、転がしやすそうなイメージ。こう立って構えやすい。なるほど。こうだとちょっと開けるけど、うん、こういう風に構えやすい。この56は顔が言ったらちょっと台形、台形っぽいような感じ。あ、確かに。うん、このネックがすごい。これ全然違いますね。すごい優しい。癖がない。うん、ちょっと癖があるけど、でも振りやすそうだったけどね。よし、じゃあこれで実践しましょう。うん、行きましょう。ゴルフ場来たみたいな。